球を取り巻く大気の様子第3章。今回は気象観測について一緒に学んでいきましょう。さあ今回の内容は皆さんの日常生活にとても身近な内容ですと。例えば外に出て、あ、今日は晴れてるな、あ、曇ってるな、雨が降ってるなとか、寒いな、暑いなとか、今日は風が強いなとか思ったことあるでしょ。そんな内容なんですよ。こんなね、大気中で起こる様々な自然現象のことを気象と言います。気温、湿度、気圧、風向、風力、雲量、降水量など大気の状態を表すこれらの要素、これをね、気象要素と言うんですが、まあこれらをね、どのように観測していくのかを今日は紹介していきたいと思います。はい、まず行きましょう。まず気圧ですね。気圧っていうのはアネロイド気圧計などを用いて観測します。これがそのアネロイド気圧計ですね。まあこれね、内部をね、真空に近い状態にした金属製容器のこの円盤状の面が外のね、気圧の変化によって針がね、こう動くようになっている気圧計です。まあこういったものでね、この気圧っていうのは測ったりするわけです。はい、続いてこの風が吹いてる方向ですね。風向や風速っていうのは風向風速計などを用いて観測します。こちらがその風向風速計です。まあ後ほど風速や風向についてはまた出てくるので、そこで詳しく紹介したいと思います。はい、ということで、まあ気圧や風向風速はこのような機械を使って観測しますよと。はい、ではまだまだいきますよ。はい、続いて、はい、こちらです。気温や湿度の観測。さあこの気温や湿度っていうのは学校で見たことある人もいるんじゃないでしょうか。はい、こんなやつですね。はい、何でしたっけこれ。百葉箱ってやつですよ。さあこの気温や湿度ってどのように観測していくのか見ていきましょう。はい、まず気温の観測。気温っていうのは空気の温度のことね。はい、気温の観測っていうのは、はい、まず風通しの良い直射日光が当たらない地面から約 1.5 メートルの高さで測ります。まあ、この辺りで測ると正確な気温を測ることができるということですね。はい、続いて空気の湿り気の度合いを示す値、これをね、湿度と言います。これどういうことかっていうと、このさ、空気中にも水分が含まれているわけですよ。水が気体の水蒸気となってこの空気中にあるわけですが、この水蒸気が空気中の中でどのぐらいの割合を占めているのかを表したもの、これが湿度となります。はい、そんな湿度の観測は気温と湿度を測ることのできる感湿計を使います。はい、こんなやつです。温度計がさ、2本1組になっていますよね。で、片方をね、管球って言って、で、もう片方キューブを水で濡れたガーゼなどの布で包まれている温度計、これをね、湿球と言います。まあ、湿らせた温度計ということで湿球ね。はい、この管球と湿球の目盛り、まあ、この湿度の差を読み取り、この湿度表、こういったね、湿度表っていうのがあるんだけど、これを使って湿度を求めていきます。さあ、基本的には、この2つの温度計、湿らせた方、湿球の方が温度が低くなります。まあ、なんとなくね、湿らせた方だから、このさ、管球に比べれば温度は低くなるんじゃないかななんて思った人もいるんじゃないでしょうか。そうなんです。濡れた布から水がね、蒸発するときに周りのね、熱を奪うんですよ。熱を奪っちゃうんだから温度は低くなりますよね。はい、ということで管球と湿球っていうのは基本的には湿球の方が温度が低く出るんです。じゃあどうやってね、湿度出すか実際やっていきましょうか。はい、これ見てください、この表。さあ、どっちが管球でどっちが湿球でしょうか。はい、温度がね、書いてありますよね。低いのどっち？と、右側ですね。はい、ということで右側は、まあ、湿球かなと予想が立つね。はい、だから左側は管球ですと。さあ、それぞれ何度か出していきます。はい、まずじゃあ管球出していきましょうか。管球は、はい、ここですね。だから15、16、17だから、はい、管球17度。この管球っていうのはつまり気温を測ることができるってことね。だから気温が17度っていうことよ。普通のだって温度計だもんね、管球ってね。はい、続いて湿球の方を見てください。はい、湿球の方は10、11、12、13、14、はい、14度です。はい、まあこのように出すわけですよ。
はい、ここでそれぞれの値を読むことができたら、はい、こちらいきます。はい、湿度表っていうのを使う。はい、まず縦軸、これ換気を表しています。はい、換気、温度は17度。はい、17度です。はい、横軸何かっていうと換気と湿気の差を表しています。はい、差は何度でしょう。17度と14度だから差は 17-14 で3度ですよね。はい、ということで3度。さあ、ここから簡単に湿度を求めることができます。はい、17度のところと3度のところがこのように当たる場所、はい、ここ、はい、ここに湿度が書いてあるわけ。はい、なんて書いてあります。58って書いてあるよね。ということで湿度は、これ単位ね、湿度パーセントです。 58% と分かるわけ。このパーセントっていうのはどういう意味かっていうと、この空気中に水蒸気は、水分ね、水蒸気水分は約 58% の割合入っていますよと、そんな意味になるわけですと。はい、ということで、まあ、このようにして湿度を求めることができました。はい、では続いてどんどん進んでいきますね。はい、行きましょう。はい、今度は天気についてです。みんなさ、空見上げてさ、あ、今日晴れてるよとか、今日曇ってんだよと、今日は快晴だとか、まあ、勝手にこの自己判断で決めちゃいますが、これって、ね、一応決まりがあるの。何で決まってるかっていうと、雲の量で決まっているんです。もう今日から皆さん雲の量を見てね、お、今日はこれは晴れだよと、正確に晴れや快晴や曇りを見抜くことができるわけですね。はい、ちょっと見ていきましょう。空全体をですね、10とした時の雲が覆っている割合、これをね、雲量と言います。まあ、雲の量で雲量ね。はい、その雲量で決まっていくわけよ、天気が。はい、まず見てください。はい、雲量が10ね、空全体10にした時に0から1の時、はい、この時の天気は快晴です。そして雲量が2から8の時、これを晴れと言います。これ結構みんな衝撃的じゃない？もう全体10とした時にさ、8割さ雲でもこれ晴れって言うんだって。そして9から10、雲量が9から10の時、これを曇りと言うんですと。はい、ということでここだね。まずここをしっかり覚えておくといいんじゃない。2から8が晴れ、2から8が晴れと覚えておけば、それより少ない時っていうのは快晴で、それより多い時っていうのは曇りだよというふうになっているわけです。まあ、こんなね、決まりが実はあったんですと。はい、では続いて、このね、天気をね、表す記号っていうのもあるの。これをね、天気記号と言います。さあ、どうですか、パッと見わかります？わからないか。最初わかんないね、これね。何が何だかね。ちょっともう、最初ちょっともう書いちゃうね。はい、まず左、一番左が快晴、はい、そして晴れ、はい、そして曇り、はい、そして雨、はい、そして雪と、まあ、このようになっているんです。どうですかね、これ覚えられそうですかね。はい、まず見てください。このシンプルな丸、雲一つない快晴だというようなイメージで覚えておきましょう。はい、そして雲一つない快晴にポツンとなんか雲っぽいものがあるみたいなね、そんなイメージよ。はい、これ晴れ。はい、そしてこちら、はい、雲一つないこのまん丸の中にドーンと居座るまた丸があると、はい、このマークが曇りと、まあ、そんなイメージよ。はい、そして空が真っ黒で雨っていう、そんなね、イメージ。これどう？これ雪の結晶のようだということで、これが雪。はい、そんな風にもこうイメージを膨らまして覚えておく、もうこれポイントですね。はい、ということで天気記号ちょっといくつか紹介しました。実はまあこれね、今代表的なのをさ、ここにピックアップしてさ、紹介したんですが、まだまだたくさんあるの、この天気記号。もしよかったら調べてみてください。面白いですよ、いろいろあってね。はい、では続いて、こんな天気記号に風向や風力記号などを組み合わせて観測地点の天気の様子を表した記号っていうのもあるんです。はい、これをね、天気図記号と言います。この風向や風力っていうのは、先ほども出てきましたが、建物などの障害物がない場所で、風向風速計などを用いて観測するわけです。さあ、この天気図記号、風の吹いてくる方向を16方位で表します。はい、そして風力は風の強さを0から12の
13段階で表します。さあ実際ね、天気図記号で、表してみましょうか。はい、じゃあここ見てください。例、北北西の風、風力3、晴れ。さあこれを、こんな天気図記号で表して いきます。はい、まずね、ステップ1です。はい、まず最初この真ん中にね、天気を書くんです。はい、まず天気晴れとなってますから、晴れの天気記号を書くわけ。さあ晴れの天気記号覚えてますか？もう載ってるけどね。はい、快晴の中にポツンとこう雲がなんかね、真ん中にあるよっていう、そういうイメージ、これが晴れです。だからここに丸書いてポツンとこう真ん中に線を入れる。はい、晴れ。はい、これステップ1、真ん中に天気を書く。はい、続いてステップ2。はい、ステップ2は、北北西の風、風向を書いていきます。はい、北北西の風ってどこだということなんですが、まず上を北とすると、はい、下を南だよね。そうすると、はい、で東はどっちですか？北を見た時に右側にあるのが東ということで、その反対は西となりますよね。さあここに現れているのは八方位になってるの、これが北西ね。じゃあ北北西ってどこかというと、北西と北の間、これが北北西だから、北北西にこう線を入れます。はい、こうです。ここでちょっと注意があってさ、北北西の風ってどういうことかわかる？これね、風のこの方向っていうのは何を表しているのかっていうと、そっちから風が吹いてきますよを表してるの。まあ例えばさ、南の風って言ったら南から風が吹いてきますよって、そういうことだからね。南に行きますよって風じゃないから、南からやってきますよってこと。はい、だからこれも北北西から風が吹いてきますよということで、まずここに線を入れました。はい、では次ステップ3です。次何やるかっていうと、はい、ここですね、風力3、これをどのように表すかってことなんですが、この棒のね、右側に下からね、3本入れるわけ。1、2、3って、1、2、3って3本、これね、6本まで入るの。だから風力6まではこの下からね、右側に1、2、3、4、5、6って入れるわけで、7本目からは左側にこの奥からこう足していくの、まあ、そんな風に表します。はい、まあ今回風力3だから、はい、右側に下から線を3本入れる。1、2、3。はい、これで天気図記号の完成ですと。まあ、こんな風にね、書いて、まあ、この観測地点での、天気のね、様子を、もうこの記号を見ただけで、わかるようにしている。まあ、そんな便利なものが、この天気図記号です。では、最後に、さあ、これはね、ある日の気象要素の変化を表した、気象観測のね、グラフになりますと。上が晴れた日、下が雨の日を表しています。さあこの2つを比べて、皆さんどんな感想を思いましたか？まあ違いはありますよね、晴れの日と雨の日で。さあまず晴れた日見てください。気温見てよ、気温ガーンと上に上がって、はい、また下がって、とまあ変化が大きいよね。時間、ここに時間が書いてあります。はい、一番気温が高いのっていうのは14時ですね。はい、気温は14時頃最も高くなる。これ晴れた日の気象観測のグラフのね、特徴にもなっています。はい、そして気温と湿度を見てくださいよ。気温が上がれば湿度は下がる、気温が下がれば湿度は上がる。まあこれもね、特徴、晴れの日の。はい、見てください。気温と湿度は逆の動きをしているな。まあ、これが晴れた日。では、雨の日見ていきましょう。はい、まずね、これ、と思うのは、湿度がさ、結構上の方にいるでしょ？雨の日って湿度高いの。まあ、空気中に水蒸気の割合が多いよってことだよね。はい、ということで、晴れの日と比べて湿度が高いっていうのが、まあ、このグラフからわかりますね。はい、そしてね、湿度も、気温も、晴れの日と比べてどうですか？例えば晴れの日ってさ、さっきも言ったけど気温がこう上がって下がって、まあ湿度も同じように下がって上がってって変化が大きいですが、雨の日っていうのはどうですか？そこまで変化していませんよね。
これ雨の日や曇りの日の天気のね、グラフの特徴になってます。晴れの日と比べて気温と湿度の変化が小さい。これが雨の日の特徴になっています。はい、ということで今日いろんなことやりましたね。はい、今日は気象観測について一緒に学んでいきました。